お疲れでした。ここは初めて来たんですか。違うよね。いや、初めてじゃなかった。初めての方ね。これはもう。これは記念品。俺たち、何の記念品。トイレ化した。トイレ化。今ちょうど正面に行かして。お前が来んちゅうたら今から正面に行ってくってるんですよ。正面に行ってきた。お前はここ知っとってよって思ってから、俺まず下の病院に行ったんだ。ああ、そしたら上ですって言ってますからね。上で。車で捨てるときとか、そういう日陰適当なとこ止めてくださいって。よかったね。うん、向こうに駐車場に置いてきた。あんたはリハビリテーション病院って言ったけど、病院の検査してみたら、したら、一応こう分かった、分かったって言うのね。だから車でわーっと、して、ここの老人施設がここですよってこと。ああ、そうそうそう。で、もうそれとここ来た。こういうとこ初めて来たって、わーっと。風の音が入る。ちゃんと氷のバケツ入れてきてました。天然クーラー。おお、なんでこれ。アイデアです。なんでこれ。氷たち。私たちが来たけん、ほら。ああ、入れてくれた。ほお、天然クーラーが。これおもてなしがよかった。ほお。古代の。先生、シャンブーズそこから出てこらせて。あ、こっちはこんなで言われた。うん、出てくっといかんとった。そしたら、暑かったけど、また引っ込ますもんね。暑かった。わ、ここ開くね。こうやって、伊藤先生、ここ開くの知っとらせた、自分で。おお。職員のお姉さんが応募してから、やっと目指す。何せも外出てきて、こっちは殺す、殺す、刺そうけど、すごい、どうって、ずっと暑かれすぎって言ってる。元気よかね、まだ。元気よかね。元気よかよ。そうね。前よりもよかった。話が通じた。よかったね。自分の足でちゃんと歩けよ。あ？自分の足で歩いてね。歩いてくれました。うん、こうして、押し車で。ああで結構受け答えも出荷してますよ。そうね。数字も見てから、ババってますよ。あ？ババって。ババって言うなって。すうぞって。あ、向こうにね、向こうの板場にこう、じじって書いてます。じじだ。俺はじじだけんです。じじだけん、ババ。うちはババとじじですみたいな。スーちゃん見てからババちゃん好きお姉さん言って私言うたらねババだってまだシャレが分かるどっちゃん行かしたねトイレ行かした、まあ、トイレはトイレだからちょっと後が来るちょっと前にママちょっとトイレ行ってくるそっち側そっか曲がらした、うん、もうすぐ帰ってください、うん、また話です中は見てごらん70周年の、うん、何の見えるよ70周年の記念品ば先輩と先生に戻した。すみません。T シャツまで。あったね。ああ、おる。もろかった。くれて、まだあっとちゅうたらあるちゅうた。ああ、よかった。ちょっと文章を見てよ、文章を。今度、ミネオさんです、うん。そうそう。ミネオさんか。ミネオさんじゃなかばってんか。はあ、こういうとこ来たら初めてだけど、山の中で。えらい山の中で。伊藤さんとスーちゃんが書いてこっちがじじだ、こっちがばば。こっちがじじでばば。お姉さん、お姉さんや。だけど、じじとばばか。ばば手は好きね。お互いにもじじとばばだけ。コラさんね。年寄りやけど。ああ。次は納豆です。肥満か。すぐ出らんとだろ。すぐ出らんとだ。これは逆に出らんじゃなくて、全く出らんとだ。もうあと何でもせんちゅう。伊藤先生と同じになる。いやぜ。お世話になって、うん、いやだけどここはなんかってもっと退院さそう、うん、あ退院さそうさっさんさっさんと、うん、もう退院みんな退院するってもう本人はいらっしゃい入ったとっかすがいるそういう話さっき私も合わせていやもう退院させるそう違う違うその見込みはもうないとあの病院の続き施設でしょこれね
まあまあそうだけど。いわゆるホームページ見たら熊瀬のグループだったの。熊本製品。ああ、そうですかね。ちょっと丸山グループというか、丸山って医療法人があって、そのグループだったのね。で、同じ敷地に3階ずつという路地施設がありますよとか、うん、あ、こっちだもんね。ああ、来ましたね。向こうさん行ってましたね。ちゃんと自分で受け答えして、受け答えも結構しっかりしてる。これやってください。あ、はい、はい、これです。焼酎じゃなか。焼酎は持ってこられん。この私が預かってきた。そのあれを見せて。うん。それをそれ。それに先生の文章があるたい。もう一丁前、もう一丁前。いや、右開きだけ、うん、そこそこ。もう一丁先、そこの右。メガネくんで今度。あ、メガネはいらん。いらんと。わお、キツネザル。先生、メガネはいらんと。いらん。はい、ありがとうございます。カウントダウンで今始まった。俺たちはもう十分話した。記念品。焼酎じゃない。焼酎も持ってきてないから。しつけ薬も。あ、お湯だめだ。寝たいか。結構しっかりしてます。なんで、この組み合わせの開け方もね、ちゃんと。ボタンのやつ、うん、それを自分で押してちゃんと押して、職員の姉さんがね、ダメって急いでて、これにしっかりしたじいさんは困ってたら、職員さんは勝手に外に出ていくつけね。先生、文章読んだ、文章読んだ。ゆっくり自分で読ます。後で読む。いやー、よかったな。意外としっかりしてましたけど、文章読んだ、文章。文章読んだ、文章。あ？先生の文章ば読んでごらん、自分の文章ば。新聞。新聞よ、新聞。もうあのボトル。そう、そらボトルは記念品。焼酎ば入れてもって。新聞ば見てごらん、新聞ば。先生の文章ば。先生より書いたも。違う。そら封筒だ。直しとく。ほら、焼酎じゃ。空っぽ。中身は今度持ってきてやる。おごられんならね、持ってくるけど。いやでしょ。一瞬。その後、随意を入れて。あからん。なんだ、好奇心旺盛だもん。それは記念のタオル。そう。ネジ立ち巻き。このまま乗った時は失敗してますぞ。先生の文章は見てごらん、新聞ば。新聞を。全然あんま興味なかったです。関係ない。
物でやっと品物が気になる。おもちゃがしっかり見えてる。まあ、しっかりしてますね。帰ってこの前よりかいい。おお。ね、この前この前。間よりも元気。大丈夫かなと思って。奥さんはどうですか、奥さんは。奥さんはどうですか、奥さんは。奥さんの具合は。全然わからん。子供と一緒で気になったら、もうそればっかり気になってた。あ？涼しか。やっと目がいった。そうそう、会長。うんうん、会長。そうね。会長のあれができるのね。吉高さん。いや、それは違う。違う。うん、その伊藤先生の文章っていう。そう、真ん中のところから伊藤先生の文章って。その下にスーパーちゃんの文章。あ、そう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 。そうそう。もう自分のさ読まんでよか。そうだまだチャンネル気あるの何じゃボケちゃうわさツーアツーアツーツーアこっちが赤ランプついてるこっちが切れとってるんですか向こうは生きてる転換の通話通話通話ハンドフリーだよねハンドフリーねいや通話の時は通話押さないかな向こうはこっちがこれをグリーンダウンだとわかるわからんわかるわかりますねえ聞こえん鈴よばばって書いてある鈴よばばって書いてあった若いそっちはじじいまだ焼酎まだ焼酎気になる飲みたい先生焼酎がまかないのおばさんに焼酎をくれていますあとからゆっくり見てください。なんか聞こえんね。お父さんとお酒飲みよったさ。うん、お酒はまあまあ飲むけど。70以上。70以上。
ジジババお姉さんよ。トシお姉さんですけど。おい、おいおいこすな、おいこすな。やられたの、カナは。もっと下手すと、こっちも伊藤先生が先行くかもしれない。自信なくした。あ、よか。後から請求書回しとく。後からいっぱい請求書回してよ。もう興味なくしてますか。これもやっぱどうやってどうさんですか。もう私なくてここの信用を持っていかないか。理由に本当や。参考に。まだ調べてください。ならまた出てきますからね。あ、これ玄関って書いてある。G バー。G。ならそろそろ失礼しますよ。そろそろ失礼します。また来ますね。また来ますね。安心した。そうそう。もうすぐこっちのお世話になりますって。そうです。そこそこに。さあ、タイムアウトか。どれどれ。多めに見てくれとるんだ。な、バイバイ。バイバイ。また来ますね。また。はい。出てこんでいいよ、先生。ひっくり返した時計は。Thank you, sir.